モスクワ大学は、ロシアモスクワにある国立大学。正式名称は、MV ロモノーソフモスクワ国立総合大学である。創設者、ミハイル・ロモノーソフの名前が冠されており、サンクトペテルブルク大学と並ぶロシアの名門大学である。ロシアにおける名門大学の代表格とされ、世界的にもよく知られた総合大学の一つである。18世紀の科学者、 ミハイル・ロモノーソフの権限によって、1755年に創設された。2003年現在、モスクワ大学は21の学部で構成される。3万1000名以上の学部学生と約7000名の大学院生が学び、5000名以上の専門家が再教育を受けている。学部と研究機関は4000名の教授、講師陣を要し 約5000名の研究者に対する訓練の場となっている。創設当時はクレムリンの近くに位置していたが、1950年代にほとんどの学部がクレムリン南西6キロメートルのスズメが丘に移転した。1953年に完成した大学本館はレフルードネフの設計による大建築で、いわゆるスターリン様式の代表作である。高さは2 4 0ルあり、 1990年までヨーロッパで最も高い建物だった。QS 世界大学ランキングでは2018から2019年度版で90位とトップ100入りを果たしている。1944年創立のモスクワ国際関係大学は同大学国際関係学部を前身とする。1798年の旧本館、マコバヤストリート本館からの長望南本館からの 長望北本館の夜景モスクワ大学には2009年9月、現在39の学部と15の研究所がある。近年、小規模の学部が設置され、物理科学部やテレビ高等学校などが作られた。各学部には、経済学部、歴史学部、ジャーナリズム学部、文献学部、心理学部及び社会学部で夜間の講座が開かれている。また、 ジャーナリズム学部には通信教育課程がある。公式ホームページには、大学の全教職員名簿が掲載されている。大学の学部は、以下の通り、ロモノウソフ記念モスクワ国立大学。ラマナセフ、モスクワステートユニバーシティ、www.s.u-tokyo.ac.jp。2018年9月28日閲覧。 新建築者 NHK 夢の美術館世界の名建築百選新建築者2008年156ページ ISBN 978から4から786902192ラマナセフモスクワステートユニバーシティ w w w t o p u n i v e r s t i e s c o m 2 0 1 8年9月27日閲覧 エメスオフィシャルサイト、ユニバーシティストラクチャーモスクワ大学名誉博士、池田大作先生の足跡総価学会、公式サイト、ソコネット、2019年7月14日閲覧。名誉学術称号池田大作先生の足跡、総価学会公式サイト、ソコネット、2019年7月14日閲覧。 名誉学術称号池田対策先生の足跡、創価学会公式サイト、そこネット、2019年7月14日閲覧。ありがとうございます。